ちょっと待ってください。え？こら！キャー！バレた。もう。ファウナで結構です。ではコウスケさん。私初めてで。うまくできるかわかりませんが、精一杯努力しますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。それで私はどうすれば。え？ごめんなさい。知識が全くないので。じゃあ、まずこの鎖を外して。それはできないんです。今の状態では危険ですから。このままするしかないってこと？はい。じゃあ僕の言う通りにしてくれる？はい。夢を見ていたような気が。うわだ！こりゃ我ながら。いっけねえ、今日は発売日だった。もっともっと。な、おはようございます、管理人さん。もうお昼です。あ、そうでした。ん？うわら！いや、これは、早く行かないと、いたずら天使ラブちゃんの限定特典がなくなっちゃいますよ。え、あー、そうだった。ありがとう。あれ、どうして知ってんだ？あ、まあ、いっか。とにかく、今、急ぐんだ。初回特典付き限定版をゲットして。本物？なんでこんなところに？存じませんが、手伝っていただけませんか？ローブが引っかかってしまって。暴れないで。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。もしかしてあなたは川上康介さんですか？なんで俺の名前を？やはりあなたはこれ以上この世界に存在し続けることができません。はあ？私はあなたをデリートしなければ。デリー？世界の平和のためなんです。え？ファウナの匂いが見えず、大気が激しく震え、その怒りを他の者に向け、一生懸命で！
くん。安らかに成仏してください。うわぁ！超高圧100メガボルトの雷弾です！メガボルトって。次は外しません！ん？イエーイ！わぁ！やめろって、そんなの当たったら死んじゃうじゃないか！ですから、あなたをデリートしなければ！何なんだよ、君は。私は女神です。女神？観念しなさい。あなたの存在はこの世界にとって危険なのよ。危険って、姉さん。ヒレフレスフレマン、太古の名役に基づき、火の精霊よ、火の汚れを焼き尽くせ。待って、姉さん。なんなんだよ、お前ら。知る必要はないわ。だってあんた、すぐに死ぬんだから。ここが貴様の墓場となるのだ。姉さん、それ。悪人のセリフよ。よくも恥をかかせてくれたわね。死なさい。任務完了。さ、帰ろ。ラーナ？苦しそう。姉さん、私の命を彼に分け与えます。え？何を言い出すのよ、この子は。重罪なのは分かっています。でも、たとえ天界に背くことになったとしても。落ち着きなさいよ、ファウナ。どういうつもりか知らないけど、助けたところでまた他の誰かが彼を殺しに来るのよ。その時は、私が彼を守ります。ちょっと、どうしちゃったのよ。彼を魔王化させない方法だってきっと見つかるはず。手伝ってとは言わない。今だけ私のスルーしてお願い。まったく困った妹ね。ひひとし生けるもの、すべての命運を司りし命の木よ。我が命をかの者に与え、彼を救いたまえ。我が名はファウナ。我が名はヨルク。かの者の名は川上康介。なんかすごく息苦しい夢を見ていたような。お目覚めになったのですね。おはようございます。どうなさったのですか？
私はファウナ。この度、この弁天荘に住まわせていただくことになりました。お近づきの印に、今日はお食事をと。お忘れですか？なんちゅう格好。こちらの若い女性が料理をするときには、このような格好をすると聞きましたが。何か変でしょうか？あ、ねえ、その頭の羽は一体何なんだ？ねえ！これはその、ファッションです！最新の流行なんですよ！レウポテア、ドドンガドンと華麗に参上！あれ？誰もいない。レオ！あんた、もう少し静かに現れなさいよ。ナイスなタイミングだったけど。今日から夏休みになりました！大神様に許可をもらって遊びに来たの！大神様ったら、レアには甘いんだから。でも、助かったじゃないの。ん？何のこと？ん？あー！私、何か不自然。こんな危険な獣、さっさとデリートしちゃおうよ！そうね。やっぱりそれが手っ取り早いわね。二人とも落ち着いて！それはダメよ！ファウナお姉ちゃんが被害に遭ったんだよ！ベアが来なかったら今頃どうなってたかわかんないんだから！これって、あ、目を覚ました。何すんだよ！それはこっちのセリフよ！てか、君、誰？突然お姉ちゃんに襲いかかるなんて、とんでもないやつ！お姉ちゃん？あの、コウスケさん。あの、さっきは、ごめん。私を襲うまでのこと、覚えてますか？え？男の子なんだからしょうがない。とはいえ。やっぱり悪魔からの干渉があったんだわ。ね。隠すより本当のことを話して一緒に対策を練った方が良さそうね。本当のこと？ええ。落ち着いて聞いてください。ええ！僕の体に魔王の種が？黙っていてごめんなさい、コウスケさん。なんでそんなものが僕の体に？わかりません。生まれた時間や土地、または過去からの因果かもしれません。魔界の目的は魔王の復活。そして魔王を目覚めさせるには、宿体となる人間の負のエナジー、汚れを増加させる必要があるの。汚れ？陰逆なる負の感情のこと。悪魔の干渉によって、コウスケさんの汚れは増加しています。そしてそれが許容範囲を超えたとき。魔王が復活するっていうのか？はい。世界は滅びてしまうでしょう。私たちはあなたを監視するためにここへ来ました。何？人間の汚れを浄化し、元通りにするには。生まれたエナジーを射精と同時に引き出すしかない。ギャーイヤー！あんたじゃどっちにしろ無理よ。無理じゃないもん！私だってできるもん！じゃあやってみなさいよ。
嫌よ、私こんなのと。ヨルズがすればいいじゃない。しょうがないか。この世の天国を味合わせてあげるわ。はい。ちょっと待ってください。ん？あの、もしコウスケさんが嫌でなければ、私が。え？ただいま。あ、ただいま、管理人さん。おかえりなさい。お、ん？どうしたの、ヨルズ？お？いや、なんでもないわ。あの子、私の砲術が効いていない？そんなはずないか。パチンコ屋ってとこに入ったんだけどさ、玉が出るわ出るわで、こんなに景品をもらっちゃったのよ。さすが女神。ことなのか。で、どうだった？ファオナ。ちょっと痛かったけど、でも、とっても。そうじゃなくて、汚れのことを聞いてるんだけど。え？あ、完全に鎮静化したわ。成功よ。そっか。よかったわね、コウスケも。はい。けだもの。しょうがないだろ。とにかく、これでしばらく時間が稼げるわね。ええ。その間にみんなで、悪魔を見つけましょう。